マックス・エリック・テグマークは、スウェーデン出身で、現在アメリカ合衆国において、研究活動を行っている、物理学者、理論物理学者である。専門は、宇宙論、万物の理論に関する研究。2011年12月現在、マサチューセッツ工科大学教授。数学者の父、ハロルド・シャピロと、母カリン・テグマークの息子として、1967年に、 スウェーデンで生まれた。スウェーデンのストックホルムにある、スウェーデン王立工科大学で学び、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校で博士号を受けた。ペンシルバニア大学で研究を行った後、2011年12月、現在マッサチューセッツ工科大学で研究を続けている。高校生時代には、同級生の友人マグヌス・ボーダンと共に、 スウェーデン製の8ビットコンピューター ABC-80 で動作するワープロソフトを純粋なマシン語で記述し、それを商業的に販売していた。テグマークの研究の中心分野は宇宙論である。しばしば実験家とも協力しながら観測結果と理論的分析を合わせ、宇宙モデルとそれが取り得る自由なパラメーターに対する束縛条件を与えることを研究している。 200以上の論文、著作を持ち、そのうちの9つは500回以上引用されている。情報理論に基づくデータ分析ツールを開発し、それを COBE や CMAP や WMAP などの宇宙マイクロ波背景放射調査、またラスコンプのスレッドシフトサーベイや 2DFD が赤方変異サーベイやスローオンデジタルスカイサーベイのような銀河の 赤型変異の調査の分析に応用した。ダニエル・エーゼンシティンとウェインフとともに、宇宙の標準物差しとして、バリオン音響振動を使うアイデアを提唱している。アンジェリカ・デ・オリベーラ・コスタとアンドリュー・ハミルトンとともに、W マップの観測データの中に、アノマラス・マルティッポール・アラインメントがあることを発見した。これは、アクシス・オブ・イービルと呼ばれることがある。 ハンス・モラベックとブルーノ・マルシャルによって提案された量子自殺の思考実験を発展させた。またマルチバースに関する数学的な議論を行った。意識についての説明に量子効果を利用する理論を唱えている人々、例えばロジャー・ペン・ローズやスチュワート・ハメロフなどに対する強い批判を行っている。テグマークは数学的宇宙仮説の提唱者としても知られている。 数学的宇宙仮説とは、数学的に存在できるものは、物理的に実在するという単純な主張である。これはある、種の形自情学であるが、一切の自由なパラメータなしで、すべての可能な数学的構造が、物理的に実在することを主張する。つまりこれはある、種の多元宇宙論である。そうした、多数の宇宙の中で、 自己意識を持ち得るだけの部分構造を持つことができるほどに複雑な宇宙においては、それら自己意識を持つ部分構造たちが自分たちが物理的な実在の世界にいることを満たすことになるだろうとテグマークは示唆する。これが数学的宇宙仮説である。論文ザ・マスマティカル・ユニバースとそのショートバージョンであるシャラップ・カルキレートの中で内容が述べられている。 1997年に宇宙物理学者のアンジェリカでオリベーラ・コスタと結婚し2009年に離婚した。二人の間にはフィリップとアレクサンダーという二人の息子がいる。ありがとうございます。